わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村一です。はい、今回も提供案件をいただきました、うん、ありがたいですね、うん、なんすか。今回ですね、うん、株式会社ライトニングゲームズさんのエロナモバイルをプレイしていきたいと思います、はい、中村さんはご存知でないですよね。いや、初めて聞くタイトルだね、うん、実はこのエロナモバイルというのはですね、もともとエロナというゲームがあるんですよ、まあ、その辺も含めてちょっと中村さんにご紹介したいと思うんですけれども、うん、スライドを出していただけますか、まあ、自由すぎる鬼畜育成系 JRPG ということでね、はい、こちらなんですけれども非常に高い自由度が特色に挙げられる PC 向けローグライフゲームエロナのスマホ版にあたるタイトルです、うん、開発にあたっては原作を手掛けたノア氏から正式な許可を得ているとのことで、うん、スマホ版はバランス調整が図られたほか、さまざまな要素を理解できるようチュートリアルを追加するなどして初心者でもプレイしやすくなり、100人100用のゲーム体験が楽しめるようになりました。これがですね、元のエロナっていうゲームが PC でフリーゲームとしてリリースされてた。あ、そうなんだ。誰でも遊べて、一時期まあフリーゲームがブームになった時代があったんですけど、うん、そこでもうこのゲームがとにかくすごい、このゲームをとりあえず遊べっていう風に代表格で挙げられたようなゲーム。そうなんだ、うん、なので未だに新しいユーザーに遊ばれ続けてます。へ、それくらい注目度の高いゲームで、まあ、異色の話っていうのが多分昔からあったと思うんですけど、うん、まあ、無理だろって言われてたんですよ。でもそれが今回叶ったんですよ ね、 なるほどね、こうやってスマホに。でもちろんその PC 時代と比べてかなり親切になってるんで、 PC 時代かなりね、うん、あの上級者向けというか、うん、覚えること多くて大変なゲームだったんですよ。あ、そうなんだ。覚えちゃえば楽しいんですけど、覚えるまでのハードルが高いんですよ。でもスマホ版はそこら辺がものすごく簡単になってるね、脅し込まれてるんで、まあ、ぜひ皆さんに遊んでほしいなということで、今回ですね、せっかくね、チュートリアルから中村さんにプレイしていただきまして、このゲームの魅力をお伝えしていこうと思います、うん。でまあ、種族の選択ですかね、まずは。種族、あ、これ、そうです、いろいろいるんですよ。まあ、あの種族によってちょっと癖があったりとかするんで、はあ、この中からどれ選ぶかで結構後々の方向性が変わってくるというか、まあ、俺のおすすめは、うん、そうですね、カタツムリですかね。嫌だよこれ。説明文読んでみてください。読んだよ。読んだよ。一瞬で分かったよ。塩で死ぬって書いてある。世界で一番弱い生き物って書いてある。じゃあまあ結構ね、あのイエルスとか丘の民あたりは使いやすいです。まあじゃあこれにとりあえずしようかな。まあいわゆる人間のポジションです、ね。あ、女の子にもできる。女の子選びます。ああ、こうやって見た目も、はい、これは見た目だよね。はい、これスキン自体はゲーム中でも手に入るんで、へ、そこで着替えたりもできますね。あ、通りだ、気づきました。うん、このですね、異名って言うんですよこれ。川村、いやいや、中島、西尾、西尾、朝野、あとだ、おもちゃ泥棒、おもちゃ泥棒、勇猛なナース松本の将か。男なのに。そうだね。はい、まあ、ここ、職業選択なんですけれども、ナースはないんで、観光客がおすすめです。ハードモードやん。やだよ。まだ嘘ついてるよね。うん、全部嘘です。うん、騙そうとしてないね。このゲーム最強の縛りがカタツムリ観光客なんですよ。クレイモアは、クレイモア。クレイモアはね、結構ギリギリなキャラクターなんですよね。そうなんだ。クレイモアでしょうか、じゃあ。うん、クレイモアいいと思いますよ。じゃあ、これで。で、完成。うん。うん、松本行くぞ。イルバの地に銃の文明の残骸が埋もれ、これ長いな。読んでると終わんないやつだな。エロナの世界はですね、これもう原作の時点からすごかったんですけども、うん、設定がものすごく細かいんですよ、うん、この辺はね、あのスマホで追加されたカットシーンですね。あ、そうなんだ、うん、ちょっとストーリーをじゃあ噛み砕いたというか分かりやすくするためにね、うん、原作の方はね、あの自分で追求しようと思わないとどういう流れになってるのかわからないようにできるので、船に乗ってね、うん、船旅の途中にあとちょっとなんだけどやばいぞっていう、このエーテルの風っていうのが、まあ、このゲームの特色でして、うん、まあ、このエーテルの風っていうのが吹くと、まあ、災害なんですよ、いわゆる、うんうん、これ浴び続けると病気になっちゃうんですね。あ、そうなんだ、うん、でまあ漂流して流れ着いた主人公、このエレアの男と女に助けられます、うん、なるほど、うん、すまんなど、
オラーネイレってやつが回復してくれたんですけれども、うん、こっちね、うん、ロミアスはね葉っぱ加えてるそうですね、これ葉っぱ加えてる、葉っぱ加えてるな、うん、いわき、いわきあれロミアスってこんなんだっけあれこんないわき要素あった、これチュートリアルはじゃあ受けましょう、特別資料、特別資料受けて、せっかく教えてくれるってんだ、もう6ボとかあるあるんです、この辺がスマホゲームらしく、へえ、まあ要はこういうところにこうか、うん、そうですね、そうやって移動できます、はい、うんうん、でこれでロミアスに話しかけてみてください、タップして、はい、まあ、食べ物食べないと空腹状態が、空腹状態になっちゃう、で食べてないままだと餓死してしまいます、はいはいはい、うん、この肉を食べなさいと、はい、この肉を落としてくれるんでね、その肉を拾って、これまさかこの小じき肉この名称はいいのか、はい、なんかなんかこれやばいやん、カネ君これ赤肉食わされてるよ、あの生さんラッキーです、これね変異イベントっつって、うん、人肉食べたことで人肉を食える体になったんで、おめでとうございます、このゲーム大丈夫見事にミュータントになりましたね、はい、そういうゲームなんだ、ほら一緒にナース松本が喋ってますよ、これは生肉 だ、 肉だ、生臭い、生臭い、うん、これはまさか人人肉ボグボグボグってそれを、ね、こいつさらっと渡したの、はい、食べたこの言い草ですよなるほど、この言い草ですよ、基本的には食べない方がいいよと、ムカつくわお前本当に食ったのって聞かれるんですよね、食ったら食ったらポイって放っといてね、うん、でもまあ人肉食可能になったんで、まあラッキーだと思いましょう、なるほど、うん、で今そう取ったからこう装備する、うん、はい、プチを倒す、ああなるほど、はい、あのプチっていうのはねこのゲームの雑魚ポジションなんですけど、弓を装備、あ、うん、ローグライクだから交互に動くんですよ ね、 ね、はい、トランプを投げて戦うタイプ大技の準備、うん、バッグを開いて魔法、まあまあショートカットバーに設置しましょうっていうね、そうするとここに出たからこれを使って、はい、かっこいいっすね、これクレームはこんな感じなんだ、これキャラによって違う、職業によって違う、職業によって違うんだ、うん、なるほど、ちなみにこの要素原作にはなかったです、あ、そうなんだ、この大技みたいなのは、うん、未知のアイテムは鑑定していこう、うん、うん、これか、これ下に落ちてるのを拾って、全部拾うでいいか、うん、はい、で鑑定を使うと、まあ、どんな効果のあるアイテムなのかが判明するんですよ、まずこれを鑑定する、鑑定の巻物を使用ですね、鑑定の巻物を使っていくのか、うん、はい、これを使っていくのね、これを読書して読んでお守りにして、さあ効果は何でしょうね、で古びたお守り、はい、完全に判定、古びたお守り、うん、まあ、これたまにね呪われてたりするんですよ、うん、そういった時につけちゃうと、まあ、見事呪われてしまうわけで、ね、あ、ステータスがいろいろついてるね、これは装備していいやつですね、装備しちゃいましょう、うんうん、で結構ランダムに能力が設定されてるんで、うん、まあ、ハクスラ要素が強いです、うん、はい、じゃあもうこれでいくと OK です、あとはチュートリアル通り進んでみましょう、まあ、ちょいちょい左にステータス出てると思うんですけども、うん、行動によってスキルが上がるタイプのゲームですわ、ナース松本が、うん、これ妖精さん L っていうね可愛いチュートリアルキャラクターでしょ、うん、原作こいつじゃなかったんですよ、そうなの、なんかもっとブサイクなやつでしたやる気出なくなっちゃう、ブサイクで腹が立つやつでした、なんかリストアされてました、スマホまで笑っちゃいましたよ、俺これ最初見た時不評だったのかな、うん、あいつ嫌われてたからなって、うん、目標達成報酬とか出るんだ、あります、なので結構優しいんですよ本当に、スマホ版は、うん、PC 版と比べて、 PC 版マジで死にまくるゲームでしたからね、こういうのがないの、ないです、ああそれは大変かもね、チュートリアルらしきものは一応あるんですけれども、まあそこまで親切に教えてくれないで自分で全部覚えていくしかないですね、サイモはもう随分 PC と比べてイケメンになりましたよ、
なんかすごい偉そうにいっぱい喋ってるわ。一応ね、こういった描写はメインストーリーの部分に関わってくるんですけれども、うん、結構その全体クリアしてみて総合的に見ないと全貌が見えてこない仕組みになってるんで、うん、まあ最初のうちはそんな気にしなくてもいいかなって気がします。お金落ちてた、うん、お金落ちてるのはたまに狂った金持ちが街中で金撒いてるんですよ。現実にはいないな。いや、いるんですよ、エロの世界には。いい世界だね。うん、え、あれ、あ、どれと冒険、あ、頼もしい仲間ね。これね、俺 100% 少女選びますけど。猫。猫。猫がいい。猫行く。にゃーにゃーにゃー。猫可愛いからね。嬉しい。ようこそ。ようこそってことはないだろ。猫って俺使ったことないな。どんなステータスだったっけな。だって少女は人間だから装備品がつけられるんだよな。あ、猫とかつかないのか。いや、使ったことないから。迷子の猫なんだけど。まあ。パーティーカニオですね。じゃあボスモンスター倒しに行きましょうか。はい。脱出してない候補を助けましょう。いいね、お。はい、雲。うん、まあ楽勝ですね。なんか落ちてますね。あ、折れたやば。ゴミですね。カタツムリ。あ、カイザ君のおすすめの。中間さん、さっきなろうとした職業。なってない。カタツムリ。この辺もね、あ、帽子だ。装備します？ちょっと見てみよう。あ、猫ちゃん。あ、猫ちゃんも、装備部位があるみたいですね。猫ちゃんはフル装備できる、ほら。猫さん、武器がないけど装備できない部分が結構ありますね。うん、うん、まあ装備できるものはしときましょうか。帽子鑑定した方がいいかな。まあ呪われてても、まあ、最初は大丈夫だろ。最初だからね、そんな大したことないと思います。猫ちゃん帽子かぶって、うん、武器持ってないね。武器は、遠距離武器持ってますね。弓とかどういう仕組みか分からんけど、スロットが空いてるんで。でも遠距離武器はないからね、うん、今は持ってないんで。ちなみに装備は装備した段階である程度鑑定されるんですよ。だからその帽子今どんな効果がついてるのか分かります。本当だ、回避を8上げる。もう一つ未鑑定ランダムエンチャントがあるんで、これが時間が経つと分かります。うん、どんなものか。料理レベル高いしね。猫、まあ、あるあるですね、ペット強いっていうのは。ダイヤゲット、うん、あ、ネズミをもう襲いに行ってる。お、さすがの猫ちゃん。でも猫ちゃん装備がないから弱いんですよ。なるほど、装備をゲットしたいですね、猫ちゃん用の。遠距離だったよね、うん、あれだったら俺のカードを。ああ、渡せますよ多分カードね。どうせ使わないんだったら渡しちゃってもいいかと。俺はほら近接でも戦う術があるけどさ、うん、まあ、カードはほとんどね、攻撃力ないんですけどね。ないよりいいよね、うん、ないよりマシです。よし、キノコだ。フローティングアイ。ああ、猫強い強い強い。カンテル巻物。何取った今。ああ、今ハーブなんですけど、これいいですよ。これ使うとステータスが上がるんですよ。ハーブ、はい、ウィードって書いてあるでしょ、このスペンスウィード。これか、これ使う。これ食うと経験値がアップするんですけど、今感覚能力上昇しましたね。本当だ、はい、え、これやばい、これすげえずっとやっちゃうやつやん。そうなんですよ、このステータスが上がるのが沼でしてね。俺そういうの好きだもんね。そう、長田さん好きだとは思いますけど、延々と能力向上させていけるんで。お、危ないよ、なんか顔文字で喋ってるあいつ。はい、どうも。なんなら今ほら、これダンジョン隔てる壁あるじゃないですか、うん、これ掘り進めることもできます。ああ、うん、あ、つるはしくれた。つるはしで掘れちゃいます。試しに掘ってみます。そう、ディグできるんですよ。発掘発掘発掘、開発成功で経験値アップします。なるほどね、うん、あ、こことかそうじゃん。ああ、これまあここ掘っちゃえばわざわざ回り道しなくても済みますね。すげえ脳筋プレイですけど。この女神像みたいなやつ、うん、女神心臓に祝福されましたっていう、これなんか祝福効果かかってちょっとステータスに有利な状況になります。なるほど。あ、ロックピック、はい、今のね骨はね、何か落ちてる採掘場所でもあるんで、うん、そっち行く。そっちさすがにもう掘り進めたところでですよ。ここ？いや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 、なんで目の前に階段があるのに周りの壁を掘り始めるんですか。いやいや。まあそういうところもね、自由度の一環なんでいいんですけど。かかしですね。かかしですな。ただのかかしです。ボスです、ボスです。
まあまあまあ負けないっすよ。はい、おめでとうございます。悪竜の親分倒しました。でボスドロップもあるんで、ポップコーン落としたボスこの宝箱はまあ開けてください。宝箱ほど拾うとやっぱ重いんで、あこんな感じで、わあすごいいっぱい入ってる、まあ、全部受け取っていい、ね、どんな効果のものか鑑定がワクワクですね。ね、これはネフィア進むごとになんか下に潜っていくんですよ、どんどん、うんうん、まあ、最終的には結構、到達するのが目的になってくるのかな。順調に良き冒険者への道を歩んでますね。なんだこいつ暴れてるよ。あ、酒場で飲んだくれてるんですよあいつ。こいつが結構ね重要キャラクターなんですわ、うん、白木鷹かっこいい二つなんですよ。中二やなナース松本よりマシだと。いやいや、ナース松本の方が普通の人でしょ。はい、今度は怪しい人の調査をしてくれっていうことですな、うん、ちなみにさっき取ったアイテム確認していい、うん、いいですよ。鑑定してみよう。はい、何を鑑定したんですか。ブロンズハンマーですって。どこにある。下の方にあります。え、お、仲間が増えた。もう一人仲間が急に来たね、うん、このブロンズハンマーが適性があるかどうかですね。このクレイモアのイエルスに自分のスキルを確かめてみるといいですよ。何の武器が得意か分かるんで。あ、ここ、うん、今のところ長剣が一番得意ですね、レベル14、うん、そうだね。いや、ハンマーに関しても両手持ちかな、ハンマーって、ドンキの専門戦術両手持ち、うん、両手持ちですね、これだ。はい、両手持ちで今持ってる剣も両手持ちなんですよ。今のところはまあ適性高いのは剣ですわな。そうだね。まあでもこれスキルの伸ばし方次第なんで何とでもなります。このなんか無限にやるゲームなんじゃないの、ひょっとして。いや、無限にやるゲームですよ。俺はこれ PC 版の頃ハマりすぎて、うん、延々こればっか遊んでた時期ありましたからね。いや、これ遊べちゃうわ、うん、やばいね。でスマホ版もね、あのクローズドベータの時に、うん、テスト版の記事書いたんですよ俺、うん、そしたらまあ、時間が足りない足りない。どこまでも遊べちゃうから、ね、どの段階で記事書こうかってなりました。さあ。あ、もう一人長浜セレベーターだったんだ。うん、ちょっと危ないかも。猫ちゃんと二人だわ。うん。猫ちゃんと二人旅。でもまあ、勝てるかな。PC と比べてだいぶ優しいんで、なんとかなると思います。大道芸人がいる。人型の敵出ましたね。人型の敵はたまに人肉落とすんで食べとかないとね、お腹を満たすことない。あ、今がこんなん落ちてるよ、あ、指、あ、猫ちゃんの装備来たじゃないですか。これで猫ちゃん強くなりますよ。猫ちゃん猫ちゃん割と攻撃的な性格に設定してあります、ね、猫ちゃん。じゃあちょっと弓持とうか。一応仲間の行動基準も設定できるんですよ、うん、積極的に攻撃するか、それともなんか俺に続くとかもあるわけだ、うん、そうです、そうです。弓、猫ちゃん、じゃあこの弓どうしよう。なんか強そうな弓だけど、ああ、ブロンズ製ですね。強いね。高品質だ。しかもこれはだいぶ攻撃力上がりますよね。うん、あ、チェゲラ機械兵か。誰、敵対してない NPC もいるんですよ。あ、こいつちなみに殺そうと思えば殺せます。あの、殴りかかることでこっちから。え、殺してもいいの。まあ殺してもいいです。殺しても殺さなくてもいい。殺してもいいっす。そんな簡単。すみませんね、エルナやってると倫理観が薄れてくるんですよ、うん、マジで。本当だね。マジでこのゲームやってるとちょっと倫理観が薄れてきて、やっちゃって大丈夫っすみたいな。たまに自分で変なこと言ってるなって思う。まあ、こんな感じですわ。うん、お金もらったわ、うん、パンクすまねえ。あ、鑑定成功した。ポップコーンだと完全に判明しましたよ。よかったっすね。ポップコーンだろうさ。ポップコーンがポップコーンだと。ポップコーンって書いてたもん。ポップコーンはポップコーンだったって。いや、分かんないですよ。祝福されたポップコーンかもしれないし、呪われたポップコーンかもしれない。そうなの。うん。たまにあるでしょ、あの硬い身が入ってるポップコーン。ああ、ちょっとあガリっていくやつ。そう、呪われたポップコーン。あれは呪われてるの。うん、おお、なんか馬とコウモリが激しくやり合ってる。ああ、これ確か馬もなんか方法で。ダバーも仲間になるんだ、うん、快楽体質っていうのをちょっと調べてみてくださいよ。なるほど、卵を産みます。馬なのにね。この世界の生き物は全て卵で産みます。なるほど。だから人間キャラも好感度をマックスにして、うん、
媚薬を投げつけると卵を見ます。このゲームで割と楽しいのはまあほらほらほら言えないから感じだけど、いや楽しいんですよ本当に。大道芸人、あ、人肉でした。これ人肉美味しい、食べましょう。大道芸人肉食用生臭い、あなたの大好きな人肉だって言いながらパワーアップする。ちなみにどこだったか、これテスト版の時だとロミアス人肉出さなかったと思うんだよな。多分向こうの審査を乗り越えたんだと思います。へー、人肉審査を。テスト版の段階ではロミアスの人肉のパートなかったと思うんで。あ、なんだこの左じゃない、これなんだ、あれ、あ、ここから、あ、ノースイッチ戻れるんだこれ。はい、一旦戻りましょう。でですね、まあこうやって進めるとストーリーも進むわけなんですけれども、うん、まあこのゲームはあのスマホ化にあたって新システムもいろいろ追加されてるんですよ、うん、PC 版から。いわゆるガチャの要素、ガチャ？ガチャあるんですわ。元のゲームにはないんですよ当然ながら。そうだよね。でこのゲームのガチャってそのゲームに必須なものじゃないんですよね、うん、実は。だちょっとせっかくなんでそこら辺も見たいなと思うんですけれども、卵ガチャっていうのあるでしょ。あ、これの卵ガチャっていうのが引けるんですけれども、今石が5個しかない。あ、なんかプレゼントからもらえません今。あ、いっぱい溜まってるやつ。もらってんのかこれか、うん、あ、バッグがいっぱい、あのいろんなゴミ拾ってたんでん、ね、いろんなゴミが邪魔になってる。じゃゴミを捨てましょうか、はい、受け取りました。ガチャガチャ足りてるから25だから、あ、1回引けますね、あのコインで、うん、1回引いてみましょうか。妹コインで。何リモートコイン気になりますよね、突然出てるわ、うん、何これ。アンドロイドのオットーですヒーラーだ、これ仲間、ま、仲間です、仲間キャラですこれ、うん、もう一回もう一回いきますよ。うわ、なんか強そう。ケルベロス強そう、うん、もう一回。うわ、弱そう。レッドワスプ、アンコモ弱そうだ。で卵はね、あの孵化装置に入れて孵化させるんですよ。でこれでレア度によって時間変わるんですよ。25分じゃあ、うん、待った動画の、ね、尺が足りないですわ。ダメ、まあ、孵化したら仲間として組み込めるっていうことで、ね、なるほどね。他にも、まあ、ガチャ要素は卵以外にも、ショップとか行ってみると分かるんですけれどもあるんですよ。ここでまあボーナスとかね、あと限定や販売や勇気の話とかあ、これはそのコイン購入とかか。そうです、そうです。まあここまで見てもらった通り非常に自由度高く、うん、そして、まあ、遊ぼうと思うと遊びきれない。これは長いよ、うん、このゲームはちょっとね、あのこのゲームの、まあ、せっかくなんでここまでできるんだよっていうところ、うん、一例をお見せしたいと思います。自由度の、はい、うん、なのでちょっと俺に貸してもらいますね。このゲームやれることが多いんで冒頭でどう遊ぶかってどう立ち回るかについてもいろいろ変わってくるんですよ、うん、例えば、まあ、イエルスで俺の場合これピアニストやりますね、うん、滑稽な画家コメダシンクロしたがるの、はい、完成。ヨネダから、ヨネダ、ヨネダ、ヨネダ、コメダ、コメダコーヒーみたいな。でまあスキップすると、まあこの辺は前頭が、ね、慣れてきたらね、あのいちいち読まないです。でこのロミアスとラーネイレっていうこのチュートリアルキャラクターがいるじゃないですか、うん、こいつだって助けてくれたやつ、うん、余計なお世話だこの野郎おっかないわ、ね、これ俺テスト版でロミアスクソ野郎じゃなくなったなって思ってたんですよ。クソ野郎だったの、クソ野郎だったの。 PC 版ではクソ野郎だったし、まあ、なんならあの今これちょっとやってみたらまたクソ野郎戻ってましたから、ね、なんでクソ野郎かっていうとあの人肉食わせてくるんです。食わされてよ俺。そうで名古屋さん運よく人肉食に適合しましたけれども、うん、本来食っちゃダメなやつだから。何やねんす、罠なんですよね。でもあいつがさ、うん、人肉を持ち歩いてるのが狂気じゃん。やばいでしょ、クソやべえやつ、狂気だよね。ほらペッつって、うん、そうで、まあ、開幕この下のダンジョン入る、うん、開幕ダンジョン入ったら出口に、戻って相脱出する、うん、するとですね、これで、ね、あの1、10、100、1000、まあ、4万、うん、4万もらえる。急に金がもらえるね、うん、このもらった4万を持ってこの左の方行くでしょ。ダルフィーっていう町があるんですよ、うん、本来最初に行く町ではないんですけれども、うん、このダルフィーに行きますと、何でしたり、うん、ダルフィーに行ってここは無法地帯なんですわ。
犯罪者が集まっとる町なんですよ。はあはあ、うん、カジャグにぴったりだ。でこの下のこのボンバーガールに話しかける、はあ、爆弾持ってるね。爆弾魔ノエル、はあ、はい、この子からは爆弾を買うことができます。はあ、じゃあ爆弾買いますね。金貨やべえやつや。12,000。最初は持ってないです、この中で。でもさっきの手を使うと、手段だったら一応お金が手に入るね。で爆弾買った。はい、爆弾買いましたと。あ、そう、爆弾、あのね、爆弾重いんですよ。だからね、今つい動いちゃいましたけど、この爆弾をね拾わないといけないんですね。で拾うと重くて動けないです。あ、動けない。あ、はいはい、動けないとなるとですよ、これね最初のうちは死んでもノーリスクなんですよ。まあ、こうやって攻撃する、近くのやつを攻撃する。でするとガードを呼ばれる。あ、来ましたね。はい、やられました。でこうしてこれで家に戻るっていう選択肢が選べるんですね。するとこの場所に戻ってくるんです。はい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 。でこの場所がですねポイントで、あのロミアスとラーネイレってメインストーリー進めないとずっとこの場所にいるんですよ。はい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 。つまりですよ、ここでさっき獲得した爆弾をですね使うと。これ爆弾を使う。で爆弾を置くとこの10というカウントが出てるね。で移動するたびにこう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 、はい、さよなら。えらいことで、ここでですよ戻ってくると2人の装備があ取れちゃうドロップしてるんですね。ひどいね。うん、でこれ当然強いんでしょ、あいつらの。めちゃめちゃ強いです。だからこの段階でこの装備手に入れちゃうとぶっちゃけゲーム あのバランスが崩壊します。はあ。どれほど強いかっていうと、見てのとおり装備レベル35とかなんですよ。本当だね。でこんなにいろいろついていて、あ、本当だ。でしかも遠距離武器なんですよね、このロミアスの弓って、うん、すごい便利なんですよ。で ラーネイレのこのエーテルの探検は、まあ、装備してるだけでこうエーテル病が悪化するんですけれども、うん、まあ、それでもなおかつ強いと。いろいろね、方法はありますけれども、これ通称ロミアス爆殺 RTA と呼ばれている方法で、PC 版から存在する手法なんですけれども、スマホ化にあたってちゃんとそれも取り入れている。これも入れている、うん、だから最初にこれをやることで慣れた人はもう最初のプレイを楽にするんですよ。あ、序盤をだからサクサクやるためにするんですね、これで。もちろんピアニストにしたのには理由があって、重いのが持てるからっていうのは、うん、だからそのピアニスト以外のやつでプレイするとなると、ちょっと重いの持てるようになるまであの爆弾の方法を取れないんで。なるほどなるほど。まあ RTA やるのはピアニストピアニストねっていうのがこうスマホ版の定石かなと思いましたね。なるほどね。まあ、もちろん今お見せした以外にもさまざまな方法で楽しんでいただけますので、うん、このエロナモバイル、ぜひ皆さん遊んでみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、チャンネル登録、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。はい。